NBDC の川島です。私は生命科学分野の中でも人の由来情報に特化した共有についてお話をさせていただきます。で、これまで約5年間運用してまいりました。で、そこでのデータ共有について紹介させていただきます。本日のトピックはこの3つになります。まず1つ目、 NBDC 人データベースについてということで、 NBDC ではこれは先ほど高木先生もお示ししましたが、これはポータルサイトのトップページになりますが、日本の生命科学研究を推進するために散在するデータベースやデータをつなげまとめることで使いやすくし、こういったフェア原則にのっとり第三者の利用によるデータの価値の再発見最大化を目指して活動しております。その一環として人由来資料から算出された塩基配列や臨床情報、脳画像などさまざまな研究データを共有する枠組みとして NBDC 人データベースを運用しております。もともとライフサイエンス分野のデータの共有は誰でも利用可能な状態で国立遺伝学研究所の DDBJ が中心になりまして、ヨーロッパのエンブル EBI や NIH の NCBI と3局連携のもと進めてまいりました。しかし個人ごとのデータや臨床情報等は機微情報に該当いたしますので、誰しもがアクセス可能なオープンデータとしてではなく、セミオープンとして、つまり制限公開データということになりますが、データアクセスコミッティ DAC といいますが、 DAC による審査によってデータにアクセスできるものを限定しての公開による共有が一般的になっております。NCBI は2007年から、 EBI では2008年よりそういった制限公開データの共有の枠組みがスタートしました。一方 DDBJ におきましては DAC が存在していなかったことから、その部分を NBDC が担当するという形で2013年10月にスタートしました。 NBDC 人データベースは公的資金による人関連研究の成果の受け皿として構築されました。したがって資料を用いた解析データ全般を受け入れ対象としております。また最近オープンサイエンスの潮流から、論文投稿時に元データにアクセッション番号をつけて所在を明示することを求められることが多くなってきました。 NBDC 人データベースでは登録されたデータに対し論文に記載可能なアクセッション番号を発番しています。また運用開始する際、人由来データを安全に共有していくためのルールが存在しなかったので、まずはじめにデータ共有方針やどのようにすればデータを共有したり利用することが可能になるかについて記載した NBDC 人データ共有ガイドラインおよびセキュリティガイドラインを策定いたしました。で、そしてそのルールに従ってNBDC に設置された DAC においてデータ共有の審査を実施しております。図に表すとこのような感じになります。まず、データ共有分科会、またその上の運営委員会においてガイドラインの内容や修正について検討しルールを定めます。こちらが、立法にあたる組織になります。で、そしてそのルールを策定する委員会とは独立したデータ審査委員会 DAC ですが、においてそのルールに即した審査を行っています。こちらが司法にあたる組織になります。で、それに加えこの運用スキームが倫理的に問題ないか、 NBDC 人データベース倫理審査委員会というものも委員会も設置しておりまして、で、そこで審査を受けた上で JST の理事長による運用許可を受けております。で、約5年間の運用においてデータ提供申請が156件、約23万人
分のデータが格納されました。でそのうち86件がすでに公開しておりまして、で38件が公開待機状態になっております。でこれはデータ提供者が公開していいよということになりましたら公開順次公開していくということになります。でデータ利用に関しても55件あります。でこの NBDC 人データベースの派生といたしまして、先ほどグループ内の共有ということでお話がありましたが、2017年の2月より新たなサービスの提供、こちら NBDC グループ共有データベースを開始しました。公開系データベースを介したデータ共有に先立って、その早い段階からのデータ共有をサポートするための枠組みです。でこちらはセミクローズドのデータ共有にあたります。で現在はこの A メドのこの3事業ですね、こちらの制限共有データの共有が進められているのですが、一定の基準を満たした研究グループやプロジェクト間のデータ共有に利用できる枠組みとなっております。続きまして、今日人データを共有する際の留意点は何かということについてお話しします。一言で言えば個人情報を適切に取り扱う必要があるということになります。人由来資料を対象とした、医学系研究を実施する上で遵守すべき指針としてこれらのものが挙げられます。でこれらの根拠法というのは、個人情報保護法に当たります。で、個人情報保護法の法体系としてはこのようになっておりまして、まずその基本理念の上に、民間分野の、個人情報保護法、あと公的分野の、それぞれ行庫法、独庫法、条例が、あるという載っているという形になります。で倫理指針は民間部門の、こちらこの事業分野ごとのガイドラインに該当することになります。で個人情報保護法の改正がありまして、でそれに伴って倫理指針も改正されまして、2017年、去年の5月30日に一斉に施行されました。で根拠法、これらの指針の根拠法というのは、個人情報保護法なんですけど、実はその個人情報保護法の成立の前にそのゲノム指針だったりとか疫学系その医学系倫理指針の前身となる疫学指針だったりとか臨床研究指針というものができています。で、そういったこともありまして、その個人情報保護法だけではなくって、その研究参加者の権利利益を保護するため の, その倫理規範も踏まえていたりとか、あと情報だけではなくて資料も対象となっている点だったりとか、あと個人情報保護法では生きている人のみを対象にしているんですけれども、この倫理指針では死者も対象となっている点が、異なってきます。でそのため、倫理指針は民間分野の、先ほどこの民間分野のガイドラインと言ったんですけれども、その民間分野のガイドラインであるものの、国立研究所とか大学等の公的分野での研究にも指針の遵守が求められています。で、昨年その施行された改正個人情報保護法の改正ポイントは、これよく出るスライドなんですけれども、これらの6点になるんですけれども、その中で医学研究を実施する上で大きく関わってくる点は、この1番と5番になるのではないかと思います。でまず1番についてなんですけれども、個人情報の定義の明確化ということで、新たに個人識別符号とか要配慮個人情報が定義されました。で、何が問題になってくるかというと、その中に、ゲノムデータ DNA の塩基配列ですねというものが、該当するというふうに、定義規定されました。つまり、NBDC 人データベースを介したデータ共有の対象、こういったデータもたくさん入っているんですけれども、こういうものが、個人識別符号に該当するということで、匿名化、データの匿名化をしても個人識別性のある個人情報としての扱いが必要になってくるということで、個人情報の取り扱い、安全管理措置等などをする必要があります。
で、2つ目はその要配慮個人情報なんですけれども、この人種とか病歴とかこの法にはありますけど、その下の政令だったりとか、ガイドラインの中で、医学研究で使用するような多くのフェノタイプ情報、診療情報等というのが、この要配慮個人情報に該当するということになりました。で、またそのゲノムデータを解析して解釈を加えたゲノム情報というそのこの情報に関してもいろいろ書いてあるんですけれども、結局要するに、要配慮個人情報に該当しますよということになります。従いまして、そのゲノムデータを扱うときにはその要配慮性もあるということにも留意する必要があります。で、こういった、情報が、今後はデータ取得の際だったりとか第三者提供の際に、利用目的変更の際、これらの時には原則本人の同意が必要で、ちゃんと個人情報として扱いしなさいということになりました。で、2つ目のこの5、個人情報取扱いのグローバル化ということで、個人情報を外国にある第三者へ提供する際の規定も整備されました。で、ここにわーって条文があるんですけれども、要するに、外国にある第三者に個人データを提供する場合は、あらかじめ、本人の同意を受けなければならないということになりました。で、ここでいうその外国の第三者というのは、例えば我々のそのデータベースへ登録したデータを海外の人が利用するっていうものも含まれますし、それだけではなくて共同研究先だったりとか解析の委託先といったところ、海外のその、企業にゲノム配列の解読を頼むみたいなのも、外国の第三者への提供に当たります。で、これは指針の方なんですけれども、そのガイドラインとか付属解説集において外国の第三者への提供について同意を受ける際には、このように何々国にある検査会社だったりとか海外で利用されることもあります、その海外のデータベースにというように、その国名だったりとかその海外で使いますよという明記が必要になっています。で、これまで論文とか学会データベースを介した研究成果の共有というのは国内に限定することではなくて国際的に当たり前に行われてきたのですが、今後はきちんとインフォームドコンセントの説明文書に明記して分かりやすく説明した上で研究参加者の同意を受ける必要があります。で、このようにその個人情報、個人識別符号だったりとか要配慮個人情報に該当するような情報を医学系研究で扱っていかないといけないんですけれども、個人情報としての扱いっていうのは結局何なのかというのを、これから2枚のスライドにまとめています。で、まず1つ目、きちんと、情報を取得する際に、利用目的を明示した上で本人または、代役者からの同意が必要で、2つ目はちゃんと海外を含む第三者提供について同意を取りましょう。で、3つ目、トレーサビリティを確保するため規定の記録の作成保管が必要になってきます。で、4つ目、これが結構重要なんですけど、同意撤回への対応ということで、この研究にも参加したくないですっていうその同意、これまで同意していたものを撤回するというものにも対応していかないといけないということになります。これは、データベースを介した、データの共有に関しても同様に、対応していきたいと我々は考えて対応していく予定です。で、5番目に関しても、開示等求めの対応で、6番目は匿名加工情報に個人識別符号を入れられないということなんですけど、最後7番目、適切な安全管理措置を、しておきなさいということになります。で、このようにその国際的に個人由来データを共有する際には日本の国内法だけではなくて各国で定められた法から逸脱しないよう共有していく必要があります。で、国によって個人情報の定義だったりとかその取り扱いが異なりますので、そういうことにも、左右される。で、また、同意内容
どういう同意をその研究スタート時に取っているか受けているかによっても変わってきますし、同意撤回を保証する必要もあるということから、詳細な設定が必要になる、その同意のレベルなども必要になってくるので、クリエイティブコモンズなどのデータのライセンスという形は取らずに制限事項として利用者要件の見える化を進めています。でこれが一例なんですけれど、これは登録されたデータの研究内容を説明するメタデータになるのですが、こちらの分子データという一番下にコメント括弧制限事項ということが記載されていまして、でこのように NVDC ポリシーと、この場合は HUM0101 ポリシーと書いてありました。これは何かっていうと、その中をクリックするとこういうものに禁止しますと、限定しますというポリシーが記載されていまして、でデータにつきこういうポリシーで扱うようにというものを対応付けた形で明示しています。で、現在設定可能な制限事項は、これらの同意内容の反映、もしくは事業等におけるデータ共有方針を、反映していくことが可能です。でとはいえ、その世界中でバラバラとした制限が付与されているとデータ利活用の促進に影響を及ぼすので、現在その同意内容に関してマシンリーダブルコンセントの導入などグローバルに検討は進んでおります。で3つ目、共有化促進のための活動紹介ということで、これから3つ紹介させていただきます。で、まず、人データベースのこのデータ利用可能なデータ一覧というのがこうトップ画面からザーって並んで見ることができるんですけれども、このメタデータだけではデータの中身を把握しにくいという課題がやはりあります。でそれに対応する一つ目として、ビーコン検索というものをしています。ビーコン検索というのは、その国際的にそのどういうふうにデータを共有していこうかっていうコンソーシアム GA4GH、最近有名になってきましたが、その GA4GH において、やられているプロジェクトなんですけれども、そのここの染色体のここのポジションのこのアリルを持っている人はこのデータセットの中にデータベースの中にいるかいっていうクエリーを投げると、いますよ、いないですよっていうような、イエスノーだけを返すものになります。でこれは人データベースのトップ画面から上の方にありますので、これで検索しますと、今解析対象はそれほど多くないんですけれども、今後増やしていく予定です。でこれは国際的にも進められていまして、でこれは一箇所での検索ではなくて、こちらに行きますとNVDC の人データベースのこれも含めた検索をすることが可能です。で、データベース横断的に検索ができます。で2つ目、統合バーというのが、本当に今月の頭に公開されたものなんですけれども、日本人ゲノム多様性統合データベースということで、ジェノミックバリエーション統合ということで統合バーという名前にしています。で、このデータベースの特徴は2つありまして、まず NVDC 人データベースへ登録公開されたデータについて個人特定されないように加工したその頻度情報、集計情報ですねを、提供してデータの概要を把握可能にする。で2つ目としては、その日本とか海外たくさんそのこういう頻度情報とかを提供しているサイトがあるんですけれども、そういうのを横断的に統合してワンストップで検索可能にするという2つの大きな目的があります。で、NVDC におけるそのデータ加工について提供いただくデータの利用を促進する目的で、データの概要を公開するための二次データベースを作成しますっていうデータ提供申請の中にこの文言があるんですけれども、それに承諾いただいたデータでかつ公開されているデータに限定しておりますが、 NVDC 人データベース
の、 そのそれぞれのプロジェクトから出てきた、疾患情報をまとめまして、でそのバリアント頻度として日本人大規模な、情報としてユーザーに検索してもらい、概要を把握していただけるようになってます。で、利用申請をしていただくことで、こちらの元のデータの、制限公開データになっているものも、利用可能になってきます。で、ワンストップ検索に関しては、その疾患名とか、遺伝子名とか DBSNP の RSID などを、クエリに投げると、検索することが可能なんですけれども、それぞれそのクリンバーだったりとかエグザック、東北メディカルメガバンクの IGGVD だったりとか HGVD 京都大学のデータベースですけど、こういうのそれぞれこう見に行かないといけないところを、そこをこうまとめまして、ワンストップで検索ができるという特徴があります。で、3つ目の試みとしまして、これはまだあのサービスはスタートしていないんですけれども、現在は、磁気管 NBDC ヒトデータベースのデータを磁気管のサーバーにダウンロードして使ってくださいねというルールにしているんですけれども、そこを、変えまして、やはりその国際競争の激化が進んでいるだったりとか、データサイズの大容量化が進んでいるということで、どこでもその計算できる計算機を持っているというわけではないので、その計算機所属機関以外のスーパーコンピューターでの解析が可能となるように、この多組織のサーバー、機関外サーバーと名付けているんですけれども、それを、利用してデータの解析も可能にしていくというふうに、ルールを変更いたしまして、今後、これ、利用可能になっていく予定です。ということで、NBDC ヒトデータベースの活動を紹介させていただきました。ご清聴いただきありがとうございます。